敵将、開始から攻めまくれ。ファントムシュート、誰がいつ丸くなったって。ナイスパス。複合されたらこんなのどうすれば。証のエンペラー愛までパーフェクトコピー、まさに無敵だ。止められないならこっちも点取るしかねえだろうが。止められる。見えていないまま力ずくで止められた。手強すぎて笑っちゃいますね。奇跡の世代5人いっぺんに相手してるようなもんだ。ああ、しんど。とりあえずちょっと休憩っす。主導権もらった。終盤もう一度使うにしても残り2分に減ったんだし。奇襲は成功した。そしてその効果は続く。伊月くん頼むぞ。マーク4番な。あ、え、だ出てきたのガチガチの生き年棒かよ。だからいいんじゃないかってことだろ。今回みたいにペースを変えたいときに彼ほどうってつけな選手はいないわ。緊張ほぐれてきたみたいだな。決まった。12番の彼は目立たないがいい動きをしているな。の世代とどうした。こいつにだけは絶対負けたくない。絶対負けねえ。決まった。メンバーチェンジ。クロ交代。まさか多分、あん時からか。意地見せろよ、おめえら。おう！決まった！武器を一つ、ぶっ壊してやる。監督、そろそろじゃね。三戸くん、準備しといて。よし、行け！クロコー！丸見えだぜ。おお！笠松！先輩！メンバーチェンジ！シロ！交代のタイミングが一歩遅かった。決まった！同点だ！振り出しに戻した！キセの足のことを知った時からこの状況は想定してた。ただし必ず取り返す。
死んでも食らいつくぞ。15点差つければうちの勝ちよ。あと5点でチェックメイトよ。耐えろ、耐えるんだ笠松先輩。ああ、チームを勝たせるのがエースの仕事だ。貴様待て、まだ早い。いやっす、俺は出る。エースはチームを勝たせるのが仕事っすよね。交代よろしく。交代お願いします。仮にミスなく使い切ったとしてもこの点差だ。追いつけるもんか。待って。まさか黒子のパスまでコピーするなんて。やはりこの戦い、パーフェクトコピーを止めなければ勝てない。キセのパーフェクトコピーの限界が伸びてる。キセ君を止める方法。よし、ここからはミスは絶対できねえぞ。パーフェクトコピーを止めてくれ。これはタイガー黒子イズキのトリプルアタック。おー、決まった。リュウク、キセが止まらねえ。会場いいぞ。会場の追い上げいけるぞ。世界から外した。なんだよこれ。こうなると苦しいのはセイリンだ。タイムアウト。ここからはミスは絶対できねえぞ。そして一度ミスしてしまえば。じゃあ、いっそヒールになっちまうよ。ヒールだろうが何だろうが知らねえよ。これは俺たちのドラマだ。筋書きは俺たちが決める。よくそんな臭いこと言えましたね。だから周りなんて気にすることねっつうか。今の鏡くんの臭いセリフで思いつきました。もういいだろ。何をだ黒子。誰をコピーするか予測する。セイリンは次の攻撃中が亮太のプレイを見るラストチャンスだ。
今ので答えは出ました。これは紫バラの、おかしい、すんなり行き過ぎじゃないですか。イグスよ、チームを勝たせることだ。男じゃねえ。決勝の相手は会場か。残りわずか4秒足らず。ここから一体かなり狙い通りだってよ。ああ、これが聖鈴の本当の狙いだ。鏡！そんな！メテオジャム！